対鶴橋対、鶴橋静母発電所対鶴橋は、岐阜県中津川市の木曽川にかかっていた橋である。静母発電所の建設資材を中央本線、坂下駅から運搬するために、基礎電気工業により加強された。解体時も基礎電気工業の後ろ身である、関西電力が所有していた。静母発電所より、徒歩5分。かつては、 岐阜県江名郡坂下町と長野県木曽郡山口村を結ぶ県境の橋であったが2005年坂下町と山口村が中津川市に編入されたことにより以降は中津川市内の橋になっていた静母発電所の建設の際当時大規模なダムの建設技術がなかったため園庭を木曽川に築き発電所に同水することになったため1916年に 周辺の町村で大規模な騒動が発生している。景観や漁業圏、木材をいかだにして基礎側を利用していたことによる問題である。金銭保障と木材運搬用の森林鉄道により一応の解決がされたという。静波発電所は1920年に完成している。1976年に改修が行われ、首都のセメント吹き付け、歩行トラスの復元などが行われ、 2005年にも全面的な修繕が行われている。その際、関西電力から中津川市に無償譲渡が提案されていたが、老朽化や近隣地区の利用者が少ないことなどから譲渡は見送られた。2018年3月末までに解体撤去の予定であり、2017年11月から全面通行止めとなり12月より解体されている。大道電力が築いた 水力発電所の建設用の橋は7カ所ある。これらには、大道電力にちなんだ人名などが付けられていることがある。タイ・ツル橋は、提出リニア管理局の長官であった、南部三尾の家門、タイ・ツルからである。他にも、渚町の木曽川にある桃助橋は、福沢桃助の名前より命名。中津川市の落合川にある村瀬橋は、 当時の大道電力の常務取締役の村瀬松、一の名字からの命名である。岐阜新聞2017年11月23日記事、電力王、福沢桃介ゆかりな勝川の対、鶴橋より、大正期の吊り橋、対、鶴橋解体進む。岐阜新聞。2018年1月17日へ閲覧。橋の記号も、南部三つおによるものである。ありがとうございます。